どうもアンソニーです。今回の動画は今が始め時おすすめアプリゲーム、周年やコラボなど豪華なイベントを開催していて今が始め時なおすすめスマホゲームを紹介するコーナーです。4月のおすすめアプリゲーム第4弾は周年やコラボなど豪華なイベントを開催しているアプリゲーム計5タイトルをご紹介。それでは早速見ていきましょう。逆転オセロニアワールドトリガーコラボ。 DNA さんから配信中のドラマティック逆転バトル。オセロの要領で配置していくバトルが特徴で、コマごとに所有しているスキルを駆使した大逆転の爽快感が味わえるタイトルです。そんなオセロニアは4月21日よりワールドトリガーとのコラボイベントを開催。期間中にログインすると玉駒支部、三雲修&久我悠真をプレゼント。コラボキャラクター総勢14体が登場するガチャは11回ガチャを引くごとにコラボキャラクターが1体以上確定で出現。コラボ期間中は毎日1枚コラボ記念ガチャチケットをプレゼント。最大で18回分の単発ガチャを無料で引くことができます。コラボクエストでは大決戦イベント大決戦 B 級ランク戦を開催。特定のクエストをクリアすると村上浩や影浦雅人を仲間にできます。この他にも公式 Twitter アカウントにてリツイート数に応じてコラボキャラがもらえるキャンペーンを実施するなど、お得に遊べるイベントを多数開催しているので、気になる方は概要欄からチェックしてワールドトリガーコラボの機会にオセロニアプレイしてみてはいかがでしょうか。クラッシュフィーバー物語シリーズコラボ。ワンダープラネットさんより配信中ぶっ壊しポップ RPG。 仮想世界をモチーフにした世界観が舞台のタイトルで、画面をタップするだけの簡単操作でパネルを壊すパズル×気持ちいいバトルが特徴。最大4人での協力マルチも楽しめます。そんなクラフィーは4月21日より物語シリーズとのコラボを開催。コラボガチャでは戦場ヶ原ひたぎ、推しの忍、戦国なでこ、荒木カレン&つひき、荒木こよみが登場。推しの忍はスキル仕様でキスショットに変身できる特別仕様になっています。コラボログインボーナス、期間中の初回ログインでコラボ10連ガチャチケットをプレゼント。さらに毎日ログインすることでポリゴンが最大30個ゲットできます。さらに期間限定ミッションクリアで推しのメメを仲間にできるなど、ファンにはたまらない内容。毎回書き下ろしイラストが好評なクラフィーのコラボ、気になる方は概要欄からチェックして物語シリーズコラボからプレイしてみてはいかがでしょうか。転生したらスライムだった剣、魔王と竜の建国誕 1.5 周年記念。バンダイナムコエンターテインメントさんから配信中、転生したらスライムだった剣を題材とした異世界最強体験×建国×3D バトル RPG、 通称魔王竜。プレイヤーが主人公リムルとなって国を発展させていく建国システムと、戦略性の高いカード選択型コマンドバトルが特徴のタイトルです。リリース 1.5 周年を記念した 1.5 周年アニバーサリー魔王竜祭を開催。最大100連無料をスカウト。周年を記念して期間中にログインボーナスで毎日10連分のガチャチケットをプレゼント。新イベント魔王ラミリスの優秀、魔王ラミリスに挑戦できる周年イベントを開催。キャラクターの育成素材や装備品の進化素材を獲得できます。周年ガチャには特別な衣装の静江伊沢と仮面の勇者が新登場。さらに対象ガチャの星5確率が 4% から 5% に上昇しています。 1.5 周年にふさわしいガチャをたくさん引けるイベントになっていますので、気になる方は概要欄からチェックして魔王竜プレイしてみてはいかがでしょうか。ジャンタマコードギアスコラボ。ヨースターさんから配信中、本格的なオンライン麻雀の対戦を楽しめるタイトル。個性豊かなキャラクターが多数登場し、好感度を上げると役の読み上げやボイス、アバター CG の変化などが解放されるやり込み要素もあります。麻雀の対戦部分のコンテンツも充実しており、腕の近い人同士でマッチングする段位戦、フレンドだけで楽しめる友人戦、練習にもってこいの CPU 対局も用意されているので、対人戦が苦手な人も安心して遊ぶことができます。そんなジャンタマはコードギアスとのコラボイベントを開催。作品からはルルーシュ、C2、スザク、カレンが登場。もちろんおなじみの着せ替え衣装も用意されています。4月26日までコラボログインボーナスを実施しているほか、
収録時点では明らかになっていませんが、ガチャチケットなどがもらえるコラボイベントも開催されるはずなので、気になる方はコードギアスコラボからジャン玉始めてみてはいかがでしょうか。アースリバイバルニューバースさんから4月20日に配信開始、スマートフォンと PC で遊べる超本格 SF サバイバル RPG。 2112年にエイリアンの侵攻を受けて廃校した地球が舞台の本作は、物資不足や深刻な生態被害が出ており、地球の動物に寄生したクリーチャーなどが敵として登場します。またリアルを追求したサバイバル要素も魅力の一つで、喉の渇きや満腹度などの体調管理、武器や料理などのクラフト要素など、自由度の高いゲーム性が売りです。詳しいゲーム内容については先行プレイ動画をアップしていますので、チェックしてみてください。そんなアースリバイバルは事前登録100万人突破を記念して、ハンドガンの武器スキンや上級ペット引き換え券、減少等のゲーム内アイテムをユーザー全員に配布中。かなりのボリュームになっているので、ゴールデンウィークにやり込むのもおすすめのタイトルとなっています。気になる方は概要欄からチェックしてアースリバイバルプレイしてみてはいかがでしょうか。ということで、今が始め時おすすめアプリゲーム特集でした。この他にも皆さんの気になるアプリ、動画の感想、動画で紹介させていただいたタイトル以外でも、今始め時だよっていうスマホゲームがあれば、ぜひコメントで教えてください。そして僕の方のチャンネルではポケモン関連の動画公開しておりますので、よかったら遊びに来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。